不良行為少年とは、事故、または、他人の特性を害する行為をしている少年も及び、少女のことを意味し、少年警察活動規則に規定される。日常的な用語として用いられる場合は、不良、不良少年、不良少女、突っ張りなどと言い換えられることがある。不良行為少年は、少年警察活動規則第二条第六号により、非行少年には該当しないが、飲酒。 喫煙、深夜徘徊その他事故または他人の特性を害する行為、つまりは不良行為を行っている少年と規定されている。この法律用語としての不良行為少年は少年法第3条第1項第3号に規定される愚犯少年と外形的要件で共通するが要保護性の有無でもって概念上区別されていることから愚犯少年の回に位置する概念である。 上位概念の愚犯少年が少年審判の対象となるのに対し、不良行為少年は歩道の対象として取り扱われる。なお、家出と深夜徘徊に関しては、何らかの原因があった場合は不良行為とならない場合がある。発見者の対応は、愚犯少年と不良行為少年のどちらに該当するかによって変わってくる。愚犯少年の場合には、 家庭裁判所への通告義務が生じるのに対し、不良行為少年の場合は、このような通告義務が生じない。しかし、実際のところ、一般人が深夜徘徊などを行う少年を発見したとしても、その少年の背景を、ある程度知り得なければ、愚犯少年なのか、不良行為少年なのか、区別することは難しい。発見者にとって、各都道府県警察が行う。 少年相談の利用が実際的である。電子メールを利用して24時間相談を受け付ける実地体もある。A、AB 少年警察活動規則 E ガブ法令検索小西明和。不犯少年概念の構造、公正さと教育的配慮が矛盾総告する場面として、早稲田法学81-289から330。 2006-2016年1月28日、閲覧、都道府県警察の少年相談窓口少年相談窓口、ありがとうございます。